こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。今日のお題は私が同じものを食べ続けないわけについてお伝えしたいと思います。今日お伝えしたいこと2つあります。1つ目、陰謀説。2つ目、自己責任。以上2点についてお伝えしたいと思います。1つ目、陰謀説。食品の流行りとかっていうのいろいろあるじゃないですか。スーパーフードって言われるものだったり、スーパーフードなんてそれまで全然聞いたこともなかったのにいきなり登場して、いろんなスーパーフードありますよね。流行っているスーパーフードみたいな、あんまり言うとあれなんであえては言いませんけれども、いろいろ流行りのスーパーフードってありますよね。昔はなかったし全然注目もされてなかったじゃないですか。それがこうにわかに注目を浴びるっていうのはやっぱり陰謀というかですね、やはり何かしらの大きな動きがある可能性があるんじゃないかって、あんまり私も深く考えないたちではあるんですけれども、そんな気がしていて、情勢とかもそうですけれども、まあ、コロナのいろんなこととかもどこかで誰かが操作してるんじゃないかとかね、そういう陰謀説あるじゃないですか。で、まあ、それが嘘か本当かまで突き詰めるつもりはないにしてもですね、大きな何かの動き、私たち下々のものが知ることのできないような上の方の動きっていうのがあるのかもしれなくって、何かしらの思惑っていうのがどこかしらで働いている可能性があると常に思っておくっていうのはとても重要かなと思います。なので私は一つのものに偏らずですね、体にいいと自分が判断して思ったものをここでも紹介しているんですけれども、うっすらとねそういう何かしらの力が働いているのかもしれないなっていうのを若干疑いつつ、昔ながらの食べられて体にいいと言われているものをはある程度信用できるのかなとか、いろんなことをこう加味しつつですね、自分で選んでいくっていうのがいいのかなと思っています。なのでいろんなものをまんべんなく食べるっていうのがいいかなと思ってます。で、私世界各国のお料理を教えてて、自分でもそれが好きで食べてますので、それによって体も健康ですし、バランスよくまんべんなく食べることがすごくいいのかなと思っています。一つの方法とか食材に偏らないという意味でですね。なので体にいいと言われているものでもブランドを変えたりとか、時々その内容を少し変えたりとかっていう風に、一つのものに偏らない努力をするようにしています。例えばなんか魚の油に含まれている EPA とか DHA とか、ああいうものっていうのはとても体に良いと言われていて、いろんな循環器系の疾患に有効であるって言われたりしてるんですよね。オメガ3脂肪酸とかですよね。大々的にこう今世の中に広まっている常識なんですけれども、それ以外にでもですね、まあ、少数派ではあるんですけれども、お医者様でオメガ3は良くないって言っている研究結果とかもあるんですよ。もうそれどっちが正しいのかっていうのは、まあ、素人には分からなくて、で多数派をちょっとみんな信じてしまうようなところがあるので、どちらが正しいかはもちろん私にも分からないんですけれども、それを、まあ、全てをこう鵜呑みにしないというかですね、私が小さい頃はマーガリンがヘルシーだと言われていてものすごく流行ってたわけなんです。バターよりもマーガリンということで、でも今それが逆転して、マーガリンにはトランス脂肪酸があってそれがとても体に悪いから、むしろバターの動物性の油の方がいいんだっていう風になってきたりとかですね、そういう本当に今まで常識と思ってたことが変わったり、ダイエットの方法とかも水は飲まない方がいいって言って、アスリートとかも全然水飲まなかったりしてた時があったんですよ。なんですけど今は1日何リットルも飲めみたいなことを言ったりとか、人によってはそんなに水を取りすぎたら良くないっていう人ももちろんいるわけで、体質によりけりですし、水の種類もですね、一時コントレックスっていう香水の水がすごく流行ってダイエットにいいとか、硬いお水なのでいろんな鉱物みたいなものが入っているんですけれども、それが栄養があっていいみたいなことが言われる反面で、そういうものがいろんなことの邪魔をするのでやっぱり軟水の方がいいっていう意見もあったりとかですね、いろいろ賛否両論なわけなんですよね。
なのでこう一つのことに偏らずですね、話を半分ぐらいに聞いてバランスよく食べていくっていう、あまりこう強心的にならないのが一番いいのかなと思っています。その中ででもですね、やっぱり情報を入れつつ自分の中で咀嚼していくのがいいのかなと思います。2つ目、自己責任ということです。これはいろんな情報があって、でも今どん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 情報が入ってくるようになって、テレビだけじゃなくてですね、で一時はこうテレビでまあ試してガッテンとかでやったらもうガーってそれが売れちゃって、ココアが体にいいって言ったらもうココア売り切れみたいなことがあったと思う。今はどうなんですかね、さすがにそんなことはもうあんまりなくなったんでしょうかね。でもテレビの影響力って未だに大きいと思うので、そういうこともあると思うんですけれども、ネットとかいろんな人がこう売って、でブワッと広まるっていうことがあって、それを鵜呑みにしてしまうっていうことがあると思うんですけれども、それもそれだけを食べてればいいっていうわけではもちろんないですし、いいところもあれば悪いところもあるのは何事も同じだと思うので、それをどのように自分が取り入れてうまくバランスをとっていくかっていうところがすごく重要で、それをまああの人がすごく言ってたから食べちゃったけどすごく結局体調が悪くなったとかですね、そういうことを誰にもこう責めることはできないんですよね。結局は自分で食べるものっていうのは自己責任なわけなんですよ。流行りのスーパーフードが体にいいと聞けばそれをいち早く取り入れて、そればっかりをガンガン食べるとかですね、オメガ3の油を入れたサプリみたいなものをとりあえず取っておけばいいとか、そういうものも製造工程によってはもう酸化してしまってむしろ取らない方がいいものになっていたりっていうこともあるわけなんですよね。でそこまではもう詳しくはわからないですけれども、とにかく私が実践しているのは加工されたものをなるべく食べないということですよね。でそれはどのようにして加工されているかがよくわからないからです。でその生のものとかその食材そのものでしたら、そこにある栄養というのはそのままあると思うので、それをなるべく食品から取るように、加工されたものではなくてですね、特に油ですよね。酸化した油っていうのが一番活性酸素っていうのを発生させたりっていう原因になって、もう老化とかがんとかいろんな病気の元になっていくものですよね。そういう風になっていくので、作られた加工食品を食べないというように、私は料理の仕事をしているので当然それは全然普通にできるんですけれども、そうでない人もですね、加工されたものの中でも特に油を使ったものっていうのはもう油がもう酸化しまくってる可能性が大ですので、外食するなら揚げ物を避けるとか、すごく素敵なお値段の良いところでしたらその可能性は下がるとは思うんですけれども、それでも分かんないですよね。売ってるお惣菜系の揚げ物はやめた方がいいのかなと思います。いろんな情報に踊らされて、でこれがいいからこれにしようとか、これが悪いからこれやめとこうとかっていうのがとても危険だって思ってるんです。私のお伝えしたいことは加工食品を避けるということと、なるべく自分で調理したものを食べるということで、飲食店でも自分が本意にしている作り方が分かっているようなところでなるべく食べるようにするとかですね、信頼できるお店っていうのを選ぶようにするといいのかなと思います。私が自分の仕事としてできることは、自分で自分の体に入れるものを簡単でいいから作っていこうっていうのを広めたいって常に思ってるんですね。なので料理教室もやってますし、食べることを楽しみたいっていうこともあるんですけど、作って食べる喜びって本当にかけがえのないもので、一生やっていくべきことだと思ってるので、それを伝えていきたいかなと思っています。ちょっと今日仕事の話も絡めちゃいましたけれども、みんなで仲きれいになっていけたらいいかなと思います。今日のまとめです。今日お伝えしたいこと2つありました。私が同じものを食べ続けないわけ、1つ目陰謀説、2つ目自己責任、この2点についてお伝えしました。いかがでしたでしょうか。
自己責任というのはですね、自分の体は自分で守らないといけないんです。日々食べるものは自分でしか決められないんですよ。自分の手で自分の口に運ぶんですよ。それが体の中に入って、それが体を作っていくわけなので、それは本当に自己責任以外の何者でもないです。誰のせいにもできないです。ここで食べた、これを食べ続けたから僕は具合が悪くなったんだって誰にも訴えることはできないです。なので、なるべく情報を広くとって、偏った情報に踊らされず、自分で自己責任で自分の体に入れるものを決めていくっていう風にしていけるといいのかなと思います。まあ、そのためにはまんべんなく食べるっていうのが一番かなと思います。自分で自分の食べるものに責任を持って中切れになれたらいいかなと思います。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。